はい、じゃあちょっと出してみましょうか。体重測ったことあります？ないですね。あ、ないですか。体重はね、測った方がいいですよ。今は半年ぐらい。この種類は私はあんまりよく知らないんだけど、ハードウィッキー、東インドトカゲモドキとも言いますね。あ、東インド、はい、西アフリカじゃなくて、はい、東インドです。そうね、西インドだとちょっと模様は違うもんね。確かに、うん、東インドトカゲモドキ、ヒョウモントカゲモドキ自体はね、よく来るんですけどね、この種類は初めてです。44g。 この体重はね、まだ正常期だから、はい、ちょこちょこ測ってさ、はい、一緒か増えてればいい、そこは確認した方がいい。はい、はい、どうぞ。まあ、あのドライの梨を食べてくれてると栄養のバランスはいいですね。まあ、昆虫類はじゃあ上げてないんですね。そうですね、最初開発の時は上げてたんですけど、その後慣れてくれたので、あの、ね、こっちの餌の方に。よいしょ。身体検査と、ごめんなさい、ドライの嫌だよね。ああ、こっちの目だ。そうですね、それが何だ。これはいつ気がついたの？昨日の夜気がついて。一番気になるでしょ。はい、じゃあ失礼します。目のさ、内側にさ、シムがあるんですよ。はい、こっちにもありますよね。あ、本当だ、はい、ね、それはだけど、こんな白くなることがないので、ね、炎症を起こしているのかもしれませんね。あの、目が、まあ、昨日だからそう変わらないか、目が開けにくいとか、そういう感じはない、朝とか。なんかたまに、本当、目が、ね、白いついてる方がちょっと開けにくい感じがあるかなと思ったんですけど。本当ベース服着ないって言って寒くなりました。肉がついてきてる。私、目やにかなんかなのかなと思ったんですけど、これは目やにじゃないよね。腫れてたらちょっとあれかな。あのね、今私たちのオプサリンとヒアルロン酸が入ってる目薬、はい、で、目やにとか出すことはないかな、うん、それとちょっと時間を置いて目を洗うと、まず目を洗う、はい、で、まあ、洗ってちょっと30秒か1分ぐらい間を置いて、はい、抗生物質、はい、これをね、3回以上、はい、最低3回ね、で一応両方やってください、はい、で、右は3回でいいけど、はい、左目は3回以上、以上、うん、炎症を起こしてる方はちょっと、そう、回数をね、あ、ちょっと見てきた、なんか出てきたか、目では取れた、あんまり無駄にちょっとなくて、お、取れた、あ、取れた、よかった、うん、取れたね。ってことは宮城だったんだね、うん、ちょっと目開いてくれないな、目開いてくれない、目開いてくれないな、うん、こっちもなんかでもちょっと心膜がさ、若干、白っぽかったですね。若干腫れてるような気がするからさ、うん、
なか難しいんですよね。ちょっと目開かない。ちょっと間置いてください。また、はい、ちょっと座ってください。はい、でお話します。はい、それで手付けでプリントってもらってます。あ、はい、いただいてます。神さん、神さんとおかげさんのプリント。